はい、皆さんこんにちは、サンソンチャンネルの山口サンソンです。で、今日はですね、福永先生が訴えている発信者情報開示請求事件ですね。で、こちらのですね、経由プロバイダーの方のですね、反論書ですね、こちらをですね、閲覧してきましたので、これについてお話をさせていただきたいと思います。私のブログですね、証券非行被害者救済のボランティアのブログですね、こちらの1月6日午前0時の記事ということになります。ちょっと画面を共有しますね。これだね。はい、今多分映ってると思うんですけれども、まだかな。はい、1月6日のですね、私のブログの記事ということになります。福永裁判、経営プロバイダーの反論というわけですね。で、これですけれども、12月16日付かな、でですね、松田誠弁護士がですね、福永先生に対してその経由プロバイダーの代理人としてですね、反論をしているということですね。で、それほぼそのまま移していきました。で、この経由プロバイダーについてですけど、ソフトバンクとか KDDI とかそういう会社なんですけれども、これですね、発信者の方からですね、匿名にしてくれというふうに、特に言われましたんで、一応匿名にしました。まあ、はい、そういうことですね。で、ちなみにこの松田誠先生ですけども、福生市のですね、アゼリア法律事務所の方ということですね。まあ、電話番号なんかも控えてきたんですけど、これは省略しておきましょう。で、請求の趣旨に対するご答弁ですね、当然請求を棄却する、訴訟費は原告負担するとの判決を求めると。まあ、これは型通りということですね。認めるんじゃなければ当然降格ということになってくるかと思います。で、次にですね、請求の原因に対する認否ですね。つまり、福永先生のですね、訴状がこうあるじゃないですか。訴状がですね、こうあるわけですね。まあ、私のブログの方にもリンク貼っておきましたけれども、で、この訴状について、この部分は認めるとか、この部分は認めないとか、そういったことをですね、書いていくのはこの認否という部分になってくるわけですね。はい。じゃあ、また共有しますね。ということになっていきます。で、原告については当然知らねえよと。で、被告については、その通りだから認めるよと。そういうことですよね。で、その次、第二被用全権利についてと。で、これ、前にも言ったんですけども、これ、訴訟なんで、被用全権利じゃないんですよね。被用全権利って言い方するのは、これ、仮処分の方ですよね。なんで、福永先生、ちょっと法律分かってるのかなと、いう気はちょっとするんですけども、松田先生ですね、真面目に被用全権利とおっしゃってるんで、それについて反応しますと。真面目ですね。はい。で、ここは大体そうやって認めるところは認める。例えばですね、この5番の本件訴訟前の経緯ですけれども、福永先生がですね、例のレターパックを大量に投入してですね、任意で開示するかどうか聞いてきたわけですよね。で、それに対して、答えませんでしたよと、いうようなことは当然認めてるわけですね。で、それ以外の名誉毀損成立するとか、名誉感情がですね、侵害されたとか、正当理由がないとか、そういうところは全部知らない、ないし、争うと。いうことですね。で、いろいろ書いてあるんですけども、ただここはですね、後のその第三被告の主張ですね、ここを見た方が早いので、見といてくださいという話になっていきますね。はい。で、第三、被告の主張ですね、ここが答弁書のですね、公示の中心部分ということになってくるわけですね。で、拝見した感想としてはですね、非常にコンパクトにまとめられていて、かつその必要なところはですね、しっかり書いていると、いうことでですね、よくまとまった文章かなというところはしますね。と思いました。で、まず1番のところですけども、発信者情報に当たらないことっていうところなんですけども、ここで何を言ってるかっていうことなんですけども、これね、Twitter ってログイン型なんですよ。つまり、記事を投稿した時の IP アドレスじゃなくて、ログインした時の IP アドレスを保存してるんですね。で、記事を投稿した時の IP アドレスは保存してないんですよ。で、このことがですね、プロバイダー責任制限法の文言との間との関係で、実はですね、今も解釈で争われているところなんですね。はい。つまり、ここですね。条文でですね、当該権利の侵害にかかる発信者情報っていうふうに言ってると。で、そうすると、
例えばその福永バカだとか、まあ、そのひどいことを書いたとするじゃないですか。でその書いた時の IP アドレスなり発信者の情報というふうに読めるじゃないかというわけなんですね。ですのでログインした時の発信者情報っていうのはこれは開示の対象にならないんだと、まあ、こういうような主張をしているわけなんですね。これ、まあ、あのログインと書き込みの側ですね、まあ、時間的にずれるから、まあ、こういうことになるわけなんですね。でこれ、それじゃあもうツイッターの場合ですね、一切開示できないじゃないかと、まあ、いうことになってですね、そんなバカなと思う人結構多いと思うんですけども、実はこれ認めた判例が結構多くてですね、まあ、ログインと書き込みは違うんでこれはもう開示認めませんという判例も結構あるんですよ。なんで、まあ、これだから解釈が固まってない部分ではあるんですよね。まあ、今後多分、いやそうは言うけどもログインの情報しかないんだったらもうそれで特定するしかないじゃんと、まあ、いう方向にはなると思うんですけども、現状では結構分かれてるんで、まあ、一応経営プロバイダーとしてはですね、主張したと、ログインの時の情報であって、書き込んだ時の情報じゃないと、だからそんなの開示の対象にならないんだと、条文見ろと、まあ、こういう主張ですね。はい、ここは多分経営プロバイダーとしてはいつもよくやってるところなんでしょうね。多分ここはコピペでやってると思います。で2番ですね、 IP アドレス124で始まるところですね。これも全部書いてあったんですけども、まあちょっと個人情報にかかるかなと思ったんで最初の3文字だけであとは割愛しております。でその問題となった書き込みの前後でですね、ログインがですね2回あるんですよ。で1回のログインはですね、これね美容院のね Wi-Fi らしいんですね。でその美容院のですね Wi-Fi の管理者の方がですね回答書を書いてて、いやこれはうちの美容院のですね Wi-Fi でそのお客さんがみんな使ってると、で複数の人が使ってて誰がそのやったか全然わからないと、まあ、いう回答をしてるんですね。なんでこれはもうわかんねえぞと、まあ、いう回答になっております。特定できないんで、もうこれは回答しませんという開示の対象にはですねなりませんというようなことを言ってるわけですね。でもう一個ですね、これ122のログインですね。これはですね、この発信者の方がご自分の経営プロバイダーから言ってるわけですね。ですので、まあ、これはですね、開示の対象、審議の対象に思い切りになってしまっているわけですね。もう特定されていると。で、私は確かに書きましたと、まあ、いうわけなんですね。で、まあ、福永先生のそれに対してどういう反応をしているかということなんですけども、まあ、名誉感情の方がですね、名誉権侵害は明らかじゃないと。まあ、これ回答書論でも書いたんですけども、福永先生ですね、パパ活という言葉をこれ炎上交際だと、まあ、いうような言い方をしてるんですね。まあ、ですけれども、これ私がですね、インターネットで調べたところによると、パパ活という言葉は、まあ、食事ご馳走したりとか、まあ、そういうのが中心だと、まあ、いうことなんですね。でそういうことを回答書に、まあ、私が下書きで書いたんですけども、まあ、こちらの松田先生もですね、同じように、基本的に肉体関係を伴わない食事等当たり障りのない交際ということであって、原告が主張するような炎上交際やそれに類する反社会的な対応の交際を意味しないと、まあ、いうことでですね、社会的評価がそもそも低下しないと。からと、まあ、弁護士でね、公共性があるじゃないかと。からまた、パパ活と言われるようなですね、まあ、その女子大生を家に呼んで寿司をおごるとかですね、まあ、その際こういったガムテープかなんかをですね、貼らせたとかですね、まあ、それはもう事実なわけですので、これはもう公共性のある事実じゃないかと。だから違法性が阻却されるんだと、まあ、いうことを言ってらっしゃいますね。からと、自称弁護士ガム店につきましては、まあ、ここもあっさり言ってますね。まあ、名誉感情が侵害されていると言ってるので、いや、だけどもそんなね、むちゃくちゃなこと言ってないでしょってわけですね。侮辱に関してはですね、もう人によって感じ方が違うんで、なんかバカって一言言われただけですごく落ち込んじゃう人とかもいるわけですけども、まあ、それでですね、その損害賠償を認めるっていうのもやっぱりおかしいですよね。ですので、まあ、社会通念上許容される限度を超えるですね、本当に明らかに違法なものに限ってですね、まあ、違法ということで損害賠償の対象になってくるわけなんですね。でそうすると、まあ、自称弁護士とかガムテパパ活屋さんとかですね、これはですね、ことさら不穏当とまでは言えないと、まあ、ここしか反論ないんですけど、ことさら不穏当しか言えないとは言えないと、まあ、いうことを言ってですね、社会通念上ですね、その許容限度を超えているとは言えないだろうということを言ってるわけですね。からその後ですね、まあまあ、僕らとしては一番言いたいところなんですけども、まあ、回答書を引用しながらですけれども、原告自体ですね、
結構ひどいこと言ってんじゃないかとですね。原告自身ですね、誹謗中傷とも評価される表現を行っていることを考慮すれば、原告自身のですね、言葉についても一定限度受任すべきと言わざるを得ないということですね。でお前もひどいこと言ってんだから、その受任限度ってのね、ハードルが上がるんだよと言ってるわけで、これはね、確か広志さんなんかも、誰だっけあの人、広志さんが一回ね、その YouTube で弁護士さんと対談してる動画があるんですよ。でそこでね、弁護士さんに広志さんが言われてましたね。お前ひどいことばっかり普段言ってるから、お前の場合ハードル上がるぞみたいなですね、ことを言われてて、まあ、まさにそういうことですよね。うん。ということです。で、4番ですね。これ、強烈ですよね。原告の開示請求は正当理由確保だと、いうわけですね。はい、そろそろ今日予定しますけれども、もう福永先生でしかですね、論点にならないところですよ。まあ、普通ですね、その名誉毀損が生じるような場合ですね、あるいは侮辱に当たるような場合ですね、これも開示されると、まあ、いうことで、もそこしか論点にならないんですけれども、プロバイダー責任制限をですね、もう一個要件定めてまして、でそれ何かって言いますと、その何に使うのかですね、その発信者情報を何に使うのかっていうのは、もう一個あるんですね、要件として。でこれ普通さ、損害賠償を請求したいとか、いや、このふざけた投稿なんで削除を要求したいとか、そういうことを書けばもうそれ、もう通るわけですよ。で、そんなところ論点に普通ならないんですよ。ですけど、福永の場合、そのお前みたいなやつですね、なんか訴状を確かめるのが楽しいからとかですね、まあ、そんなこと言っちゃってるわけですよね。で、そうすると、お前、興味本位じゃねえかと。それ、開示を求める正当な理由になんねえだろうと。いう反論ですよね。まあ、その回答書でも、回答書ではもうぐちゃーっとなんか書いたんですけども、まあ、松田先生はあっさりこう、まとめて書いてますけれども、ということですね。あと、顔を回覧したってやつですね。それも含めてですね、もうこれは原告についてはですね、これ正当事由が言えないと、まあ、いうことで、まあ、福永先生、独自、福永先生に対してしか言えない公弁というものをですね、まあ、最後に書いてると。いうことですね。まあ、10行ほどの記述ですけれども、まあ、強烈ですよね。でちなみにこれですね、前回の口頭弁論でですね、まあ、私も傍聴してたんですけれども、まあ、陳述しますというふうに松田先生がおっしゃるわけですよね。でそれに対して福永先生がですね、裁判長がですね、これに反論するのにどれくらいかかりますか、いや、そんなにかかりませんって言ってましたね。なんで、もうどういうことを反論するかっていうのは考えてるんですかね。まあ、あるいは、福永先生自体、あまり仕事の量多くないんで、これに専念すればすぐ書けるだろうと、まあ、そんなふうに思ってるのかもしれませんね。まあ、いずれにしても、次回ですね、1月19日の期日の、まあ、普通は1週間前が締め切りなんで、まあ、1月12日ですかね、までに福永先生が反論を書いてですね、で1月19日のですね、口頭弁論で、まあ、陳述すると、まあ、いうのが、通常の流れになりますけれども、まあ、どう反論するのか楽しみですよね。まあ、私の見た限りでは、もうこの松田先生のですね、答弁書の方でもうこれ勝負ついたかなと。福永先生が何言ってもですね、ちょっと通んないんじゃないかなという気はしますけどね。まあ、多分、顔を回覧したってことに関しては、いろいろ言い訳してくるんでしょうね。いや、実はあれはですね、こうやって見つけたやつなんでとかですね、多分、いろいろしょうもない言い訳してくると思うんですけども。まあ、それで勝てるかどうかっていうところですね。まあ、個人的にはもう、被告のですね、答弁書の方でですね、まあ、勝負がついたのではないかと、まあ、いうふうに考えております。1月19日もですね、傍聴に行きます。前回ですね、傍聴してですね、この福永先生の本ですね、こちらにこういったサインいただいておりますので、またですね、次回も、まあ、コロナでどうなるかわからないんですけれども、開催されるということであればですね、傍聴させていただきたいと思っています。それではですね、ここまでご清聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と、それから高評価の方ですね、よろしくお願いいたします。失礼いたします。